グレート北海道、今回は日本三百名山、日高山脈のカムイ岳に登ってきました。カムイ岳は、日高山脈唯一の日本三百名山であり、日高山脈南部に位置する1600メートルの山です。岩峰を持つ尾根を西に張り出した男性的な山と言われ、添松岳ピリカヌプリと合わせて、南日高三山の一つである。北海道三大急登の一つとして、沢登り後、笹やぶの急登が待っています。登山口手前には、遥かなる山、ペテガリ岳の出発地点もある。日高山脈にあっては、登山道が明記され山小屋もある珍しい山である。ただし、林道、登山道案内板などの整備は、一般的な環境とは異なります。日高山脈では当たり前の話ですが、登山口までが大変なんです。悪路のためタイヤのパンク、あるいはキツネやエゾシカとの衝突。とうとうにも気をつけて走らなければなりません。ただ、そんな林道でも奥深い日高山脈の登山口まで入れるのはありがたい。さて、登山口であるカムイ山荘までの元浦川林道、約 22km は、砂利道、細道、片側が切れ落ちている上、山側からの落石の危険性があり、切れ落ちた崖サイドにはガードレールはなく、代わりにピンクテープで、危険を警鐘しているだけでも良い方である。そんな道を1時間近く走っていると、この道で良いのかと不安にもなる。そんな状況だから、登山口まで行くにも敷居が高い。これが日高山脈である。これ行けないんじゃないか。あ、なんだかんだ騒ぎながらも、カムイ山荘に到着。早速準備して出発ですが、前泊しても良い山荘です。今日は、5時2分に出発いたします。最初の途中結構、水がありますね。ああ、そうでもないな。最初の登頂箇所ですね。沢靴だから適当に歩いていってください。私長靴なんでちょっと浅瀬を。ああ、ピンってありましたね。ここを渡れますね。こう夏靴って渡れました。非常に見にくくなっております。うわっ、あ、痛いです。うっ、足元気をつけて。ヤブを越えると登山道がですね、はっきりしてきますけども、もうズボンがめっちゃです。夏靴で渡れないこともないです。渡っていきましょう。夏靴では難しいですかね、普通の人にはね。なんとかギリギリ飛び地で越えては来てます。あ、ここにあるんだ。こら、結構ね、こういうちっちゃいケルンが、いっぱいありますけど。
沢靴であればですね、そのまま幕道行かないでまっすぐ沢伝いに歩いていけるようなところもかなりありましたんでね。おー、二股ですね。これを左岸の沢に行きます。取り付きですね、尾根の取り付きです。大休憩、ここで夏靴。さあ再出発ですかね。ポールと沢靴を置いてですね、私は夏靴で来ましたけども、さあここはですね、今日はピンテがついてますけど、左側、右側にも踏み跡があります。だから左側になります。はい、それでは急登、北海道三大急登の一つ、こちらに登っていきたいと思います。ここは迷いやすいとこなんで、ピンテがいっぱいついてますね。至る所に道がありますので、よし、そうですね、テテガリからつながっている稜線がもう間近に見えてきます。まだまだあそこまで登らなくちゃなりませんけど、まあまあ頑張ります。しょい、ペテガリからの稜線はここまで来るとはっきりしてないので、これが型とはちょっと。多分右側の、左側の奥がピークですね。笹原は登っていってます。まあここはね、低い笹なんで、かなり歩きやすいですが、山頂です。よし、お、ちゃんと。おー。